皆さん最近いかがお過ごしでしょうか。私は寝つきがちょっと悪くなってきたので最近本を読みながら寝ています。活字を読んでるとだんだん眠くなってきます。タンポポ川村です。本日は ASMR おう綿棒屋さんに挑戦したいと思います。よろしくお願いします。カランコロンカランコロンカランコロンコロン、いらっしゃいませ。あ、どうも久しぶりです、みーちゃん。あら、最近デザインの会社はどう？はじけてる？デザインやってる？してる？あ、そう、おめでとう、おめでとうございます。今日はじゃあ綿棒の方失礼します。こちらです、大当たり。失礼します。じゃあみーちゃん耳の方失礼します。まずはこちら右耳です。さあ、そして左耳です。さあ、そして左耳です。さすがみーちゃんですね。素晴らしいですよ。
兄ちゃん立派になって本当にもう今日はリラックスしに来てくれたんだ。ありがとね。本当にみーちゃんの耳を何にも核にも綺麗にしたいと思いますからね。
ゃいませ。どうぞ。はい、うちは当店初めてですか。あ、ありがとうございます。はい。お名前お伺いしても。失礼しました。お名前お伺いしてもよろしいでしょうか。真実って感じがしますよ。真実の誠さんですね。立派だわ。早くこのミクソン取っちゃいますからね。この周りの汚れもうちでは取ってきますから。
しますね。まずは美代子さんの左耳からね。わあ、美代子さんのすごい、やっぱり痩せてらっしゃるでしょう。線が細いっていうんですかね。そのなんか繊細さみたいなのがやっぱり向こうお耳に全部現れてるなって感じしますね。大事ですね、こういうね。そういう方もね、まるでいらっしゃいますから、全然お気になさらず。すごく今通りすがりで、あら、ありがとうございます。お耳の方はどうですか？ちょっと見せていただいてもよろしいですか？はい、
すごい。わ、お綺麗ですよ。ね、なんかかゆさとか感じました。あ、ちょっとかゆかった。あ、全然大丈夫。綺麗です。だからじゃあちょっとこの周りの汚れとかをね、ちょっと取り付いてる毛のもちょっと取ってって、そしたらすぐ終わると思いますね。あ、すごく綺麗。あとね、耳の形が美しい。Beautiful ear。うん。This is beautiful ear。うん、ヨッピーさん綺麗だわ、言われませんか？耳の形が、ここの耳のね、中の形もすごく綺麗、すごい綺麗よ。いいじゃないよ、本当にすごいわ。ね、まれに見るね、耳美人だと思われます。耳美人、you
しょうかね。すごくいいですよ。本日の大綿坊やこれにて閉店です。おやすみなさい。